な隠し味としてプラス。牛乳と卵の配合は、うん、箱に書いてある通り、はい、もう説明書通りの通りです、はい、ここに驚きの食材が加わるんです。え、これだってこれ豆腐、あ、豆腐や、豆腐、豆腐入れるんですか。へ、豆腐入れるとですね、生地に膨らみと、あとまあちょっとつぶつぶが残るんですけど、食感が、これは驚きやな。木綿、はあ、絹絹ごしです。お前こんなん絶対切るんやん。そうだ、お前どうしたん。そうだ、取り直してもらって。これ完全に切るんやん。さらにこちらの白いドロドロの食材は、あ、ヨーグルト。お、ヨーグルト、あ、そうです。お店では発酵バターで酸味をプラスしていますが、その代わりにヨーグルトで酸味をプラス。最後に溶かしたバターを混ぜ込めば下ごしらえ完了。よく温めたフライパンで焼き上げます。まあ、生地入れていただいてから、この縁がですね、ちょっと乾いてきて泡がドッとしだすんですけど、そしたらひっくり返してくださいっていうタイミングになってきますんで、それでひっくり返す。昔を作ったけどな。ああ、そっかね。いいな。お姉ちゃんがよう作ってくれたわ。ああ、お姉ちゃんがおる家のあるあるちゃうかな。なあ。うちもそれ土曜日のお昼。そう。あとフルーチェだな。フルーチェ。懐かしいフルーチェ。フルーチェ作ったな。フルーチェよう作ってくれたわ。ひっくり返してすぐにもう一つポイント。片側は火を消して余熱で蒸し焼きにするんです。こうすることで中がしっとりふわふわの仕上がりになり、焦がすこともないとのこと。さてお味は。あ、おいしいな。ふわふわですね、はい、でも家でできる材料しか使ってませんもんね。そうですね、はい、隠し味であれが入ってるっていうのは分からへんもん。でも家のパンケーキやと思ったらこれおいしいよ。うまいな。うん、まあまあまあ、でもさっきのやつのうまいな。いや、そらせよ。